音声ドラマ僕たちは勉強ができない X イコール薄らいの女王編。ねえお姉さんどうしたの？泣いてるの？どこか痛い？否定違うの。なんていうか、私はずっと一人なのかなって、一生一人でできない自分を抱えて生きていくのかなって思ったら。じゃあ俺がいるよ。え？父ちゃんがよく言ってるんだ、できないやつを分かってやれる男になれって。だから俺がお姉さんと一生一緒にいてあげるよ。焦燥、気の早いプロポーズね。約束、いつか君が素敵な大人になったらね。うん、約束だ。あ、父ちゃんだ。父ちゃん。成幸、お前どこに行ってたんだ。もう俺を置いてどこにも行くなよな。すまんすまん。ゆいが先生の息子さんだったんだ。その男の子がやがて自分の生徒になって、教育係の後任となって、ぶつかって何度も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 助けてくれて、そしてありがとう、ゆいがくん。キチ、君は知っていたのね、タイムカプセルの中身のこと。知りませんでしたよ。え？ならどうして？だって俺が親父ならあなたを一人にするようなタイムカプセルは埋めません。いつからなのかしら、いつの間にか君は。してくれていたのね。わからない、いつから、いつから私はゆいがくん君に恋をしていたのかしら。